三島食品。こうしてどうぞ取りやすいところを取ってあと持って帰ってください奥様に。おおいで、ここ手慣れたもんですね。でもうこれ切るんですか。はい、まあ、切れなくてもいいと思います。根元の方でね。そうですか。でチクッと時々するといいですね。トゲにトゲがあるもんね。ありますもんね、はい。でこれがトゲトゲですよね。これね、ですがですね、これは枯れてもですよ、なかなかトゲが弱らないんです、ね。あ、そうですか。落下でしたね、はい。これダメでしょうね。まあ、あの自家用ですから、もう見苦しいっぱいありますんで。あ、そうです。うわ、痛いね、これね。めくってるところに刺さりました。刺さらないようにしてるんだけど。だから中山間ではいいんですよね。ね、鳥獣被害に遭いにくい作物なんですけど、ただご覧の通りそのトゲがあるんで。トゲがね。これがなかなかだと思います。こっからでも香りしますね。そうですよね。うん、大丈夫ですか？大丈夫。どういうことこれは。こうしなきゃいけない。大丈夫ですか？怪我されないでください。ここ挟んだ。ここ。あ、ここで。ゆず関係ないパターン。いや、ゆずもあるんだけど、ここ。ここはこうしなきゃいけないんだね。ちょっとこれ怖いですね。ちょっとこの辺も。よいしょ、これね、あの左で、その端っこの方から、はい、取りやすいところを、ね、なんかでもいいですね、東さん自らこうやって収穫されてるのは。うわ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 、クマバチクマバチ。ええ、嘘でしょ。うちよ。マジマジ。あ、いや、いましたね、今。うっそー。ということはでかかったよでかかった先生。何だったヒューヒューって。昔から小さい時から蜂を見たら口笛を吹くというふうに吹けと言われてたん、ずっと教わってて、はい、大人になっても やるんですよ。そうするとですね、いつの間にか蜂が逃げるんですよ。逃げるんですか。それはやっぱりこの口笛の周波数が多分蜂の嫌いな嫌がするんじゃないかなと私は思ってるんですよ、個人的には。なるほど。ただ、うんうん、全然それは理論的になんか諸説ありってやつですね。でも他の動物が寄ってこないですかね。逆にそこまで綺麗な口笛じゃないですね。あの蜂が出てきて蛇が寄ってくるかもしれないってやると、はい、大体もうしばらくして。ぜひ皆さんもお試しください。ヒゲさん、音出てなくないですか？サイレントじゃないですか？俺、口笛吹けんから。いやいや、ただ、キスしたい人みたいになってます。あ、ちょっと出てる。今びっくりした。ただ確かにいましたね。いましたね。目の前にここにいたから私も初めて見ました。クマバチ関係したんじゃないでしょうか。クマバチですかね。いや、まあまあ危ないですからね、クマバチ。いや大田さん、これあれがあるかもしれませんよ。巣でしょう。巣が。そう、蜂は近くに巣作るんですよね。ねえ、だから一匹見ると危険って言いますよね。いや、これずっと、常時吹くんすか？常時吹き続けるんすか？いや、笑っちゃってるじゃないですか、尾形さんまで。尾形さんまで笑っちゃった。これもう、ずっと吹いてる。ずっと。
まさか全部行くわけないでしょうね。行きません。ね、はい、もうちょっとこの辺ぐらいするでしょう。いいですよ、もうこの辺。母さん。はい。いやー。もう蜂が怖くてしょうがない。蜂が怖くてしょうがないのよ。やつがいると思ったら。うん。うわっ。あ、いや、光や。かすかに、かすかに、優しい、優しい。蜂にも優しい男だ。蜂が寄ってくるよね。寄ってきます。なんでその口笛は。いや、シャインマスカット。ついたんこれ。だってみちゃんとしないわ。ノーシャインです。あ、そうなの。まだね。一つだけ。まだね。町のですね、みなげだけ、みなげ極かな、みなげたけ、みなげ極たけだろうな、ですよね、どう考えてもね。で、このみなげだけに来たんですよ、はい、標高が269メートル、海抜でしょうね、H ということはね。ということは、ここから宮崎全貌が見えるわけですね。国富町の市街がまっすぐで、ニュータバルが左、斜め、左が西都市、それで真右が綾町、うん、で国富ですから、東っていうことは向こうの方に日向灘、日向灘で、なんか噂によると、ここで泉式部という方が身投げをしたんじゃないか。いや、あの、定かじゃないですよ。これからちょっと伝承伝説を。すごい景色なので、そうですね、いいなぁと思って。いい景観ですね、はあ。ほら、危険。乗り出すな。身投げしちゃダメなの。身投げしちゃダメってことですよ。だからこれ、ロープが張ってる。こういうところがあったら、僕は初めてですわ。そうですね、はあはあ、地元の方もあんまり来られないみたいなんで。大方さんも知らなかったもんね、はい、初めて、はい、おいでになられたみたいで。みなげ岳展望台は平安時代の部屋女流歌人思ったより古くないですか。部屋悪病に疾病、悪病に関わり、本家だけ薬師寺に参籠して、大事大事の仏の御手にすがってひたすら度胸を続けて、平易を祈ったが、少しも効果がなくなった。あ、
泣く我が身の業を嘆き生きる望みも耐え果て南無薬師所病室所の願立てかで身より仏の名を奏しけれと実世の一種を残して先人の谷底に身を通します。ここからしばらく気を失っていた式部は生きてたんかい。あかねの日陰に薬師如来の御姿を見て村雨はただひとときのものぞかし斧が見逃さ見逃さそこに脱ぎおけのご変化を賜り正気に戻ったとき悪部用は平癒して再び玉の姿のに喜んで京へ旅立ったといいます。ここはその伝承は伝説が残された地であり宮崎平野を一望できるそうね眺望絶景の地です。天才やね天才じゃないかなと思ってたのよ思ってました。泉式部はあいつって天才じゃないかなって天才やねなかなか いやこういうところがあるってほら見なげだけ、はい、展望台生き返ったっていうことだけど悪霊が飛んでったっていう話やから治っちゃってるんですよ、うん、飛び込んでみようかな腰治る、腰治るかな泉式部だってそうよ天才ってそういうことだよあそうと思いますよ僕は紙一重やる、うん、泉式部日記読んだことないけど読んだことない、うん、古典の授業でちょこっと出たねはいわかりました、はい、ありがとうございました。地元の方も知らないようなところがまだまだあると思うね。俺は宮崎県内に俺もね現職時代相当回ったけどあの興味があるからそうです、ね、俺ほら誰も行かんところに行くわ、はい、まあ、あの有名なところにあんま行かんがねがどこって言った時にみんな知ってるところしかないわけよ。で知ってるところじゃないところにポテンシャルがあると僕は思ってます。